第5期残王決定戦、本日は2回戦の模様をお届けいたします。実況を務めますザンリーグ関東所属キジョンネルソン、そして解説にはヨーテルさんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。1回戦から、ね、各社の持ち味全開の対局を繰り広げていただいたわけなんですが、本日は関東から勝ち上がった2人が、優勝した加藤弘樹さんに挑戦するような格好でね、行っていきたいと思います。はい、まず出場選手をご紹介いたします。トンチャスタートが、トンチャスタート関東 A1 リーグ優勝加藤弘樹、なんちゃが A1 リーグ第3位むっちゃん、シャーチャスタートが A1 リーグ第4位奥尾宝子という並びで、行いたいと思います。まずこの3社の印象をお伺いしたいんですけれども、いかがでしょう。そうですね、まあ、むっちゃんと宝子さん、まあ、A1 リーグの対局でもね、放送には載ってなかったんですけど、裏で打ってて最後同卓してたんですよね。あ、そうですね、はい、確かに同卓しててどっちが決定戦だってなって、2人でバチバチの争いしてる中で最後結果発表で、あれ2人とも行ってるのみたいな。珍しいですよね、2人はどっちかはいけるけどどっちかはダメみたいなねことが多いと思うんですけど、直対だと2人とも条件をクリアしたと、はい、まあ、そういう意味でね、あ、残ったみたいなね感覚で、まあ、ここに来てると思うんですよ。なるほどなるほど。でそういうのってやっぱり初戦が大事だと思うんですよね、はい、ここでなんか初戦で大きなラスとかね、飛びラスとかを引いてしまうと、なんかせっかく残ったのになんかすぐしぼんじゃったなみたいな感覚にもなりかねないので、やっぱりこの2人の初陣、初戦の戦いには注目していきたいところですね。はい、そして加藤弘樹さんは2戦目ということになりまして、1回戦が3着だったんですが、チッププラスマイナス0でマイナス10枚という、ビハインドを背負っての対局ということになります。はい、それでは2回戦に出場する選手は準備ができましたら入場お願いいたします。トンチャスタート加藤弘樹選手、現在マイナス10ポイント。ナンチャスタートむっちゃん、1回戦です。おお、ハルさんの最強戦じゃない、近代麻雀の記録ですね。はい、記録を持ってましたね。シャーチャースタート全残王奥尾方向、はい、対局が始まりました。第5期残王決定戦の予選の2回戦の模様をお届けいたします。トンチャには加藤弘樹、ドラが白ポッチ表示牌で初と、ピンズで一気通貫が見えそうな手牌、花牌を1枚抜きました。なんちゃむっちゃん花を1枚抜いて表示牌の白が統一、そして薬牌のトンも重ね返した。チューンを切っていきます。シャーシャの方向はメンツが1つ、リャンメンが2つ、そしてこれ早速トーンを仕掛けてきましたね。方向の手が結構まとまってそうですね、はい、今2メンツ完成してリャンメンも残ってて非常にいいように見えましたね。うん、あとはむっちゃんも花2枚目を引いてイーシャンテンと、はい、現状ドラの初を持っている人はいないんですが、早くも2人がイーシャンテン、そしてドラの初が来た。どういうふうに考えるか、ここで切っていく。初から切っていってみせました。むっちゃんはどうする。これも初を合わせていくような格好になりましたね。一気に場がこう軽くなったと言ったらちょっとおかしいですけど、まあドラの初の脅威にはさらされなくて済みましたけど、はい、ただその代わりにむっちゃんがトンハクポンして花花2枚抜いてるんで、はい、また別の脅威が襲ってきてますね。非常に速くて高いような、あんまりね軽い気持ちで報酬したくはないですが、しかし方向強く両面を選、ね、両面の選択で3ピンを切ってきました。まあ、むっちゃんの捨て牌もね、まだ9ピン1個しか数牌が切られていないので、はい、まだねイーシャンテンであってほしいみたいな感じで行くんじゃないですかね、はい、まだ分からんということですね。この両ピンを E1 と振り返るような形でピン譜の両面両面のイーシャンテン、そしてこれ加藤は、9ピンを切ったとこ、ところでもう E ピンを切っていく選択、なんか結
構警戒してますね、もうむっちゃんのことを、むっちゃんの現物の9ピン、E ピン的って言ってるんで、はい、まあ、あの形からまだそんなに打ち込みたくはないと。さあこれでイーシャンテン、まあ、もう一回 E ピンですかね、はい、むっちゃんがカンチーピンのテンパイ、そして息継ぐの確定のテンパイ入りました。おっとリーチといきました。リーチピンフ1通ドラドラ6班ハネマン以上確定のリーチが入りました。さあこれを受けてどうする。 E マンの統一落としも結構強力に見えますよね。 E マン統一落としはねもうまとまってますよって言ってるようなものなんでね、はい、むっちゃんこれ三蔵の方を切る選択をしましたね。急走が通ってるんですよね、はい、急走が通っているんですが両面っぽいんですよね方向の街が。はい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 。でもし愚形が出てくるとしたら、はい、おーっとっとっと積もった。ヤクヤクドラさんですね。はい。うん、愚形が出るとしたらペン三蔵なんかよりも赤を使った観老荘とかの方が可能性が高いと判断しました、ね。なるほどなるほど。なるほどなるほど。なるほど。嘘を絡んでいる方がちょっと嫌に見えたと。いや繊細ですよ。あとチキテも変わらなかったですけど、やっぱ卓に入れてる証拠だと思います。運送をね持っているところが後からチーソーを引いてくるようなケースも十分考えられますもんね。もちろんもちろん、はい、さあ上がって迎えたトンニ局をやばむっちゃん、そしてなんちゃほうか、またソースの息通感が見えそうな手配。ほうこは地味に今おなてんのチビを積もられたんですね。はい、入り目を入り目のサブロスをバッと垂れてチビ取られてふにゃーみたいないやーっていう感じですよね。何をしてくれるんやと。はい、ちゃん両面になった統一が4つ、花灰は今宝庫が1枚抜いているだけ。さあイーシャンテンだ、変三蔵カンパーソー、両面の変化も十分あります。この加藤さんの白は結構泣きやすい形も見えますが、どうしていきますかね。そうですね、まあ、ポンしてカンチャンと両面の、まあ、2000点のイーシャンテンと、はい、2000点なんで泣かないみたいなのもあるかもしれないですね。なるほどなるほど。もちろん軽くね上がりに行く選択もあります。そしてホーカー受け入れ最大となる選択をした。さあむっちゃんイーシャンテンこの手配ですね。はいはい、カンパス層よしと。ホーコは一通にこだわりましたね。この次に移る手配ですね。うん、はい、これねペン三蔵を残して数ピンを切った、はい、ということで、まあ、イースを切ればね数ピンカーの横伸びも期待できたんですが、はい、まあ、一通にこだわって、まあ、打点を作っていくぞと。これはまあホーコさんらしいですよね。はい、そうなんですかね、はい、そんなに打点派だったイメージもないですが、うん、あーテンパったけど、これは数ピンが1枚切れ1枚使い、あんまり取りたくないな。取らないとしたらローソーを切って外すか。ローソーを切ってもだいぶいいですもんねこれはね。これねリャンウッパーソーとリャンウッパーピンとサブロッキューピンを引けば3面ちゃんのテンパになると、うんうん、めちゃくちゃ広いです、はい、今この瞬間のテンパよりもこういうことですね。あーそうですね、さすがです、はい、でどっちに受けるか。打点にしたリャンウッパーピン、これもまた見事な手順。もうテンパイ外しのお手本みたいな手順でしたねこれは、うんうんうん、さあこれを受けてどうするか。現物の急走を切っていくリャンウッパーピン、かなり枚数いるんじゃないですか。さあどうだ、うん、顔には1枚も切れてなくて表示牌に1枚、ホーコさんが3枚使っていて合計4枚、加藤さんが2枚使っていて、むっちゃんが自身で3枚使ってるか、あと3枚ですね、3枚と白ポッチが加藤さん持ってるのか、はい、じゃあ純正3枚、はい、まあ十分いますね。十分ですね。さあどこを選んでいく。まあ白がションパイで、イーソーが現物、三蔵が筋、はいということで、まあ、安全に切れる関連層の方を切っていきました、うん、さあ追いついた。これはいくかな。いやでも親リッチ相手にドラ切ってシャンポンかちょっと行きたくないか悩んでますね。ドラが自身で9ピンを余らせて4枚、まあでもアンパイも少ないんでね。はい、ここで強くめくり合い申し込んだ。両ピンは同じ待ちです。そして両ピンの方も1枚いる。さあ加藤は何を持ってきた。 E1
これは3枚切れてるので通りますが、切った後に白をポンするかを今考えてますね。はい、ポンしていくかどうか見てみたいですね。さあどうだ、花、花を抜いて2枚目の花、そしてどうだ、よいしょ、9万、これでドラ5になりましたね。1万2000点以上確定。さあ天敗だ、三蔵を押せるか、むっちゃんに筋、宝庫には無筋。そもそもあれか、宝庫に通ってむっちゃんに通ってみたいな牌がないですね、はい、ということで、さあ3件に成立、オープンリーチ、チーソーと白のシャンポン。あれ白いるぞ、白2枚います。白にさあどうだ、ニャウパピン、むっちゃんもこれしびれますね。うわ、これ、あー一発オーノーオープンリーチ一発白ドラ8000点ですね。マンガンの上がり、はい、ほぼこちょっと巡り合わせが悪いですね。ちょっと2局連続嫌な結果となってしまいましたが、この親番で挽回を図りたいトーン3局。親番は宝庫、ドラは E1、 なんか国士みたいな重ドラもいっぱいだけど、あ、でも意外にまとまってました。はい、なんちゃの加藤はピンズが多い手配、お高瀬のシャー切り出し、シャーちゃん、むっちゃん、ポーズが三面ちゃんの部分ができました。しかしまだちょっと時間がかかりそうか。宝庫の仕掛けの基準はどうですか。まあ、宝庫の手は結構泣きやすい手配ですよね、はい。まあ、ポンした後のこのシャンポンの9っていうのも泣きやすい牌ですし、はい、まあ、そもそも泣かないとちょっと面前でね、なかなか天敗しなそうな形ということで、まあ、泣いていくじゃないですかね。さあメンツができました。意外とリャンシャンテンですもんね。そうなんですよ、この次に移る手配、こちらです。イーソーが1枚切れ不要。さあこれもまたすごい面白い手配になりましたね。加藤さんは一通のイーシャンテン、はい、だからちょっと受けが苦しいので、まあ、解消していきたいところ。はい、そして宝庫はポンして天敗となるイーシャンテン、こちらの手配ですね。加藤現状はターツが足りてないので、 E ピンもあり、そして何でも転敗する、こちらの手配です。さあどうだ。まあやっぱりちょっと受けきついですね。一通があるとはいえなんで、はい、まあ、E シャンテンですが実質リアンシャンテンみたいな感覚で打ってるんじゃないでしょうかね、はいはいはい。これ地味に E 層とか9層切ってると、今度このリアン層とかパー層、そして3層とか地位層を持ってきてもちょっと振り点が気になるような手配になっちゃいますよね。そうですね、はい、まあ、だからその E 層とか9層はそのペン3層とかカンパー層みたいなのを天敗とは見ないよっていう主張ですね。はい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 、どうせリーチ行かないんだったら、まあ安全牌残しといてもいいしっていう感じだと思います。うんうんうん、まあ、あこれ何重ねてるんか、何なら十分。はい、自分はなんちゃ、そしてなんが宝庫の1段目に切られている、そしてむっちゃんも天敗だ、カンリャンゾー、あ、なんかちょっと良さそう、いった、変化もいっぱいありましたが、リャンゾーよしという判断でしょうか。3山だリャンゾー、そうですね、2人にイーソーが1枚ずつ切れていて狙い通り、でもなんもいるよ。はい、なんも1枚いる、ローソーいる、また3件リーチだ、すげえ、2人に通ってるぞ、いいピンチュンもちもちやめてくれよって言いながら、もう3回目とオープンですね。さっきシャンポン一発で掴んでるんだ、俺にもやらせろと、はい、9ピン1枚切れ残り、そう9ピンはないですね、チュンが2枚ですね、チュンいますよ、全くさっきと同じ状況ですね。これはうーすー、うわ、寒っ、寒っ、ほうこ、スーソー、スーソーめっちゃ出る、ナンが2枚いるぞ、あ、ナンが1枚いるぞ、ヒロ、加藤ヒロキ、そして白は白、ポッチも切れている、よいしょ、白リャンゾーいる、リャンゾー3枚いる、リャンゾー3枚、ナン1枚、チュンも、チュンが2枚、はい、合計全員で合わせて6枚、1対2対3、どうだ、うーそ、飛ぶどんだけ総ずれんの、腹抜いて、いや、むっちゃんがでも一番枚数、いったー、リーズもドラ4です、裏ドラも1枚乗せた、ハネマンの上がりですね、リーズもドラゴ4000、8000、そして1枚ゴール、うんうん、宝庫にとっては厳しい3連敗、宝庫めくり合いきついですね今回、うん、何番で巻き返せるか、はい、まあ、ラスはラスでも耐えたラスではいいっすよね、はい、非常にいいリズムでね、ここまで来ております。何曲赤瀬の何が問いつ
ゃゴール千葉のドイツが3組。え、これチュン引いたら大変ですよ。しかもペア合わせてきましたよ、これ。うわ、フォークは2人の現物のペアを残す自敗の切り順の選択。そしてムッチャンが飛びついた。チュンはまだ持たれてない。チュン間に合ってる。間に合った。あともチュン間に合った。間に合っちゃったか。まあ、これはこれでかなり現実的な上がりのルートを見ていくようなことになるんですかね。ええ。はい。さあ、宝庫、自家製のシャアを重ねた、今切られたばかり。ドラも2品で非常に泣きたいような出会い。さあ、メンズができた加藤弘樹。初が出た。初も出たぞ。で、白髪ポンされて。まあ、チューン切っといてよかったなっていう感じですよね。はい、2枚切れのペイを重ねました。安全度で持っていた牌ですが、これも選択。チートイツに一応イーシャンテンになると。はい。一回チートイに受けるかな。チーピンから切る選択としましたね。ホークは毎日自身のノートをね、更新してまして、で、対局の時は実戦記も書いてますし、まあ、普段はネットマージャンの自分の、実戦記なんかも書いていたりするんですが、ぜひこういったチーピン切り、思考を聞いてみたいですね。チーピンから切る選択、うんうん、なんか結構独特のね、まあ、判断基準というか読みだったりみたいなところがあるんですよね、ホーコ選手は。はい、だからね、僕もなんか企業リーグとかで同じチームにいますが、うんうん、はいはい、おお、ポンステ6球層、はい、まあ、結構勉強になるその思考というか、はい、いろいろ聞いてて面白いなって思いますね、ホーコの考え方は。三、うんうん、蔵の方が泣かれるかというところでしたが、さあ、むっちゃんに強烈な6球差のテンパイが入っている。ホークはもうこれは結構苦しいか、ドラがね、3枚あって、4枚か、花物1と4枚あって、行きたいところなんですが、ちょっとテンパイした時の押し引きに注目したい。これね、他の人ね、かなり押しづらいと思うんですよ。はい。っていうのも、もちろん白圧ポンで花々なんで、打点的にっていうのもあるんですが、はい、むっちゃんがね、パーピンをずっと持ってたんですよね。自敗を切らずに。はい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 、あー、でもこれは余るか、刺さる、そうだ。本一白髪花が2枚六半羽マンの上がり。加藤さんもね、だからえ本一なのってちょっと思ってると思います。パーピンが重すぎるもんだって。パーピンが手牌に関連していない形で、うん、見事に上がりを拾ってみせましたむっちゃん。8万4000点持ち何2局親番です。いやー、気分よく打ててますねむっちゃん。うん、ここでもさらに加点して決勝進出を目指したい。そうなんですよね、まあ、とりあえず予選の10ハンチャン、まあ、1人6ハンチャンを打ち終わった段階で、はい、上位3人に残ってさえいればあとは直接対決でどうにでもなるっていうのは、はいはいはい、結構過去の決定戦でもね証明されてますんで。そうですよね、予選を1位通過した人が優勝しているとね言うわけじゃないですからね。いや、全然そんなことないですね。最後の最後までわからない、あの2023後期文さんが優勝した時も強烈な条件をクリアしてのね、あれね、残り2ハンチャンでちょっと正確に覚えてないですけど、はい、トップの奈緒選手と60枚くらい差があったんですよね、はいはい、それを2ハンチャンでまくり切って優勝してるんで、うん、本当にこの直対っていうのはね何があるかわからない、まあ、あの時は相当ヨーテルさん実況だったと思うんですが喉を枯らすような勢いで叫んでらっしゃいましたよね。あの枯れると思ってなかったですね。だって60枚差なんて決まったと思ってたから、まあまあまあぶっちゃけ言うと今、はい、なるほどなるほど。まさか枯らすことになるとはっていうね。非常に面白い展開、何が起こるかわからない。あ、ペイ、カンか。まあカンですね。はい、もうラス目だし、リャンメンリャンメンだし。テンパイしたらリーチに行きたいと。さあどうだ、持ってこれるか。リャンゾー受け入れが広がる。受け入れが広がるが、これポンしてテンパイ取るかどうかもちょっと注目ですね。いや、これはね、よっぽどのことがない限り取らないと思います。よっぽどのことがない限り取らない。ラス目で打点が欲しいですし、はい、まあ、しかもね、暗冠なんでリーチすれば裏ドラ2種類見れるということで、はい、この不計算がないルールですからね、暗冠をぜひね、あの、そうなんです、裏ドラのという形で活用したいですよね。活用したいですよね。だってこれポンすると2000点ですから今のところ、はい、いや、これ泣かないでしょ。そうですね、はい、パーピンをスルーしていきましたね。さあ3個だこれ。え、3個テンパイ、はい、6球層、これも裏が見たい。リーチか。おー、リーチだ。チーソーとパーソーが1枚切れていて、今も1枚切れてたんですね。
はい、スーアンコの変化よりも6球走の2目、そして狙い通りサブローピン、現物の三蔵を切ってリーチできますからね。さあこれオープンリーチまで検討してるか。そうですね、現物待ちとはいえこれダマにするくらいだったらもう内定テンパイ取ってんのと変わらないんで、リーチは絶対、はい、オープンリーチをするかどうかの判断。あ、手配に入れたということは結構勇気いりますけどね。オープンは、さあオープンリーチだ、サブローピン待ち、すげーいった、むっちゃんからの出上がりもいらんと。しかしこのロボット強気の一発も利息相撲白3アンコードラドラ8班浦さん乗ったトリプルなし。あらなさいが何だそれ浦ドラ花花ってこれ面白いですね。裏表示牌4枚中3枚が花だ。そんなことあるのねえ、花灰裏ドラ表示にめくれても効果発動しないですからね。そうなんですよね、はい、上がった人にドラが行くとかないですからね。ないない、もう裏ドラです、ね。でしかももう一枚のドラ表示も今になったんで、本当にもうドラのない、はい、世界戦で麻雀してましたね。さあ7三玉、今度こそ親川方向ドラの難が統一役牌です。統一4組悪くない、はい。なんちゃの加藤も今白をねスルーしましたよ。早速1万9000点差、はい、倍満を積もれば得。国士9種類9種類10枚、一応地風のシャアが統一だったけどどうなんだ国士の方が早いと見るか。これ地層から切り出して白持ってたじゃないですか。これ加藤さんの白じゃ泣けないですね。あ、そうですね、まあ、メンツにここからなれば話は別ですが、はい、まあシャアがアンコったりした時にどうするかって感じですね、はい。そして加藤バイトも見えましたよこれ、はい、花1枚抜いて現状赤を全部使い切ればドラが5枚。さあメンツでもある、いやー両面は採用するか、採用しない。おお切っていった。これはまあ国士も普通のメンツでもそんなにスピード変わらないでしょうという感覚ですね、はい。だったらまあ国士の方がねチップもありますし、この先に向けて万が一当選したらえらいことになると、すごいことになります、はい。そうするとこれ方向なんとイーピンという八百中杯の統一を抱えています。おっと切ってった。これもまた面白い選択が見られました。これねむっちゃんが上がりトップで国士やってるってもう尋常じゃないんですよ。はいはいはい、でもほとんど整ってる国士っていう読みが見えるんで、うん、はい。だからね、まあ、実際は EP 持ってないんですけど、まあ、大体 EP 持たれてるでしょうみたいな、ね。まあ、EP と何両方抱えるのはちょっときついと。ええ、おお、そして倍満が見えるぞ。むっちゃんはね何も EP も持ってないタイプだったんですよね。うん、そうなんですよね。宝庫のとこ持ってるとこだけなかったと。ふんふんふん、選択です。4統一、場に見えている枚数は影響するのか。9ピンを切る選択、さあどうだ。ドラが6枚ありますね。ただ赤ウーピンは出ていく可能性が高そうだ。おっと、はい、そうするとドラアンコだ。リャンゾーを切りたいような気もしますが、形的にはリャンゾーですね。切りましたね。そうですね、はい。加藤さんこれウーピン危ないですよ、持ってると。うーん、もどかしい。加藤早くテンパイしたい。ただねウーピン先切るわけにはいかないので、そうですね、この形先切りすることは不可能な無理ですね、条件足りなくなっちゃうからねウーピン切ると。むっちゃん選択、イーピンが3枚切られている。おーおーと、おー、トーンを切っていった。メンツ店に戻りましたね、はい。まあもうちょっとダマテンケアなんかもあるような感じですか。そういう感じでもないですか。まあダマテンケアも一応しつつ、もう3ピンは切ってるんですね、うん、結構まだまだ。さあ花3枚、あ、これで無条件だ、はい、誰も抜いてない。そしてテンパイだ。これどうする。ウーピン余らしてもドラ7ある。うわ、リーチだ。しかもこれ開けない選択をした、リーチをした上で開けない選択でしたね。むっちゃんからの直撃は期待しないと。うんうんうん、まあ宝庫に出されると2着キープ、ね、まあそれもまあ、うわ、まあ、すごい嘘を引いてるねさあ何を持ってきた、何をドラ。さあこれ花灰3枚抜かれてるリーチなんですよね。さあこの花灰は何とかブロックブロックして、まあ宝庫は全通、はい、どこまでも行くでしょう。さあこれ積もって逆転があるか。そもそもこれもうなんかあれですね、なんかむっちゃんからは
もうどうせダマにしても結構きついみたいな判断もあったんですかね。そういうわけでもないですか。というかそうですね、だから宝庫から出て2着確定の上がりを、まあ、許容するかどうかという判断でしたね、はい、でまあ宝庫に自由に打たせるっていうのも含めて、まあ、宝庫から出てもまあ妥協するよっていう。さあきついと思ってきた。想像はきついな。いやでもスーピンローピンっていくとローピンが刺さりますね。そうなんですよね、ピンズは一応サブローピンが普通に残ってるようなね、あの形も十分想定できる。カンウーピンが2枚切れ、ローピン1枚勝負でカンウーピン払っていくか、スーピンは中筋なんですよ。まあ想像もね、これさ2種ぶった切るは相当な気合ですもんね。いや2種ぶった切ったら大体補充ですからねこれ、はい、いや非常に難しい。お願いだから自分が選ぶ選択で正解したい。本当に難しいですね。いやーそうですね、スーピンが2枚切れてることもだいぶ、スーピン切りたいようになる。うわーデンジャラス、これローピンが発射台に乗った。ローピンだいぶ危ない。そしてチーソーが通った。さらにこうグッと無数の本数が減っていく。もう街どこって感じですね。ああこれという悲劇。これは補充です。チーピンパーピンとかないですか。いや無理無理です。気合で。いや無理でしょう。三王経験のある方向。いや無理です。これはいくらなんでもですか。いくらなんでもローピンが余る。リーチ一平子ドラが7、9班です。9班裏裏で裏1個、1個は取り届かない。10班むっちゃんがトップだ。リーチ一平子8ですよね。はい、大満の上がり。着順は変わりませんが、チップも1枚ついて、素点がこれ7万点台ですよね、うん、はい、いや十分でかい2着ですよこれは。はい、対局が終了となりました。トップを取ったのはむっちゃんが7万4千点、7万4千点ですよね、プラスの12枚、はい、2着が上がった加藤弘樹がプラス4枚、3着厳しい発進となった奥方向マイナス16枚、そしてチップも今回は結構動いてますね、うんうん、加藤さんがチッププラス1枚でプラス5、むっちゃんがプラス2枚でプラス14、方向さんがマイナス3枚でマイナス19枚ということになりました。ハンちゃん振り返ってみて、オデルさんいかがでしたか。いやそうですね、まあ、当院局ね、なんかハイパイをパッて開けた時、むっちゃんのハイパイだけすごい悪かったんですよ。はいはいはい。ただそれを満貫積もに仕上げたむっちゃんがもうそのまま走り切ったといったような。うん、確かに確かに、一番最初出遅れてるような感じだったんですけどね。うんうんうん、はい、まあそういう感じでむっちゃんはね、今後これからも気分よくもう自分の麻雀打っていけると思います。はい、まあ、対して方向きつかったっすね。方向さんきつかったっすね。今でもちょっとガクッとした表情でガクッとしてますね、はい、これ、まあ、まだ残り5回戦あるのでぜひ頑張っていただきたいと思います。うん、はい、2回戦はこの辺で終了したいと思います。また3回戦でお会いいたしましょう。ありがとうございました。